この辺なのかな。で、ここを見ながらかっこいいとされる。いや、無理だ。17歳の時にこれ弾いて、あのジュノンのコンテスト受けたの、これこの曲なんですよ。でこの曲だけはなんか唯一覚えてる、体に染み込んでるからめっちゃ練習したんですよ。全然違うんですか。はい、それではリハーサルの方させていただきます。よろしくお願いします。お願いします。地獄の国だね。わかる。こうあのトンとかこういうこれ鍋豚に全然わかんない。そんな感じあんの。ああ、それか。あとか、見るかも。最初貫くか。おいね、俺のやつ薄かったよ。同じペンかよ。いや違う、ね、学んだみたいな。ジムさんが新しいペンだ。新しいペンで俺のこけたかったの。縦一本で。なんでよ。お前自分の今年の漢字やろ。忘れちゃダメだよ。ダメだよ。つらる、まあ、漢字わかんない人も言葉を覚えてみる。だろ。一巻。そうだろ。いや、本当にそうだ。今お前が途中まで俺今の一本があるまで俺どんな感じか覚えてない。この一本で思い出した。やっぱりね、その漢字とかその形を覚えるよりもやっぱり意味ね、言葉とかそういう意味ね、覚えるも勝ちだ。次誰？何回じゃ。すごいな、仕事仕事で。職人。そう、発想発想大事だから。山いだれって俺初めて知ったんだけど。あ、そうなの。山いだれって言うんだね。山いだれやめる。あと、もうちょっとスピーディーに行こう。 OK、 じゃあ次に行こう。俺もそれだけってことで変わる。2つ目に変えたから早く変わるんだって。今3分で取らないと取ったら見せたくなった。うん、いや大丈夫っすね。こっち向いてやる。うん、わかりやすい。オッケー。危ねえ。あっ、でもローラースケートは練習したんですよ。俺あの家で一人で、あのいや家とか外で、あのこそ練こそ練してたんですよ。これ買った当初のあたりとか。ここやって回んの。ほらほらほら。おお。回って。でも昔よりできるから。ほらほら。あ、でそこにピンポン玉。はい。やる。はい。で。危ない危ない。照明とか気をつけて。いや、まず照明気をつけて。そうだね。
で照明当たりそうだったらもう転んでやった方がいい。照明頭突っ込んだら本当に血出るから、したらこんなもんでやった方がいい。おいいじゃん、いいよいいよ、これ1分いけるぞ。これ何周すんの？これ3、5っす。おそこで、これでないっすよ、ピンポン玉。見てる顔ブサイクなのよ、金管楽器って。本番5分前なんだよ。緊張してんだよ。あんまり大きい音で練習できないから不安なんだよ。トランペット。
できたからね。今めちゃくちゃチームがいいですね。そうだね。確かにね。ただね、早かったんですね。めちゃくちゃ早かったですね。テンション爆上がりでしたね。今僕はこのトランペットでみんな知ってるリアルピースのリアルピースの曲、一回も音を外さずに演奏しています。200でいい。これは200。もうちょい減らします。
あれ、この間あれ、聞くかな。これ、天井の音楽だ。まあ、じゃあ、100にしよう。ちょっと過去の動画見てみようか。あ、なんか食物ですよ。怖い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 よ。最初多分一発これやって呼吸っていうあのちょっと結構体に影響ある部分が少なくて、こっち側だと逆に電圧が低くて電流が高いんですよ。そうするとこちらのねやばい一回デンジャーで大丈夫です。下を触らなければ大丈夫です。下触ったらどうなる？下触ったら多分大変。髪の毛マジどうする？ちょっと心臓通ったらやばいですね。怖っ。あれになるから、あの、葉っぱみたいになる。北東のやつが、あれ電気が止まる。あ、そうそう、なんか入れ墨みたいにこうね、なんか。こんなかっこいい。あれ、雷によってあれだ。あれになる。うわ、本当だ。あ、そうなんだ。本当にこの、え、これ、そうなる。模様をつけたんじゃないんだ。人間もだから。電気流す。え、じゃあ焦げ目ってことこれは。そうそう。めっちゃかっこいいじゃん。かっこいい。入れ墨みたいに体の皮膚もなるのこうやって。え、なるの？うん、やけどの形があれになる。あ、撃たれた人。そう。あの形なんだってすごくない？ね、綺麗。綺麗ですね。電気。すごいな。これも毎日ここやってるんですもんね。そうですね、毎日何、うん、結構前ほぼ毎日そうですね、ショート撮ったりメイン撮ったり、うん、パラパラと広いね、うん、そう結構ね、実験やるのやっぱ広いスペース必要で、うん、あとなんか倉庫みたいな、うん、ありますよね、大量に、ね、機材が必要なので、うん、うん、そうそうもうね、